大変長らくメットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は左の榎木田、対するマリーンズの先発はルーキーの本前、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。左の榎木田マウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは荻野。第1球、初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振、榎木田ナイスピッチング。第1球投げた、初球はストライク。第2球投げた、ストライク。第3球は低め、空振り三振、榎木田ナイスピッチング。バッターは3番中村。第1球初球決まってストライク。第2球投げました、打ちました、1・2塁間への当たり、山川自分でベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。榎木田今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは安田。第1球投げました、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。投げました、スラーブ空振り、これで追い込みました。投げました、ストレート、空振り三振、榎木田見事なピッチングです。バッターは5番レアード。背番号54。第9投げました、打ちました、ファールボール。投球これから2球目、変化球ストライク、インローへ、インコースのボール球を振らせました。投げた、サークルチェンジ、見逃し三振、榎木田見事なピッチングです。バッターは指名打者角中。背番号3。第9投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。低めのボール引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール。追い込んで第3球を投げた、これは引っ掛けた、山川交代、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。最後はいい守りを見せてくれました。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは加藤。第9投げた、初球決まってストライク。投球これから2球目、完全に外れた、ボール。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第4球は内角低め、ボール。第5球投げました、打った、ファール。第6球を投げました、三振、三振に切って取りました。バッターは8番藤岡。背番号4。第9投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、ショート右へのゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番佐藤。佐藤、背番号第9ストライク、少し迷ったか。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げた、ボール。さあ4球目打ちました、ライトフライ、飛距離は出て掴んで、これで3アウトになります。榎木田下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤戦に入ります。右バッターボックスはトップバッターの荻野、これが2度目のバッターボックス。内角、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、アウトコース低め、外れてボール。
投げた、直球決まってストライク。第5球投げた、打ちました。うー、ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番マーティン。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。投げました、またも空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、インコースいっぱい、見逃し三振。第1球ストライク、まずは入れてきました。投げました、変化球ストライク、アウトローへ。これで追い込みました。投げた、打った、セカンド正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。えのきだ、この回も完璧なピッチングです。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは安田。今日の第1打席はスイングアウト。第2球低め外角ストライク。第3球空振り、追い込んでから投げた、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは5番レアード。今日2度目のバッターボックス。投げた、初球を打ちました。ライト前に出る、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでツーアウト、ランナーありません。さあリプレーです。バッターは DH の角中。第1打席はファーストフライに倒れています。投げた、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取って、これで3アウトチェンジ。えのきだ、ここまで素晴らしいピッチングを見せています。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは加藤。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球、投げた、打ちました、右中間へのフライですがヒット。ボールが点々と転がっている、ボールは中継、加藤ツーベース、ライオンズ先制のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番藤岡。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。ライオンズここはバントに警戒します。あーっと、ショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、外れた、ボール。第2球投げました、カットボールはボール、内角へ。第3球は危ない球。第4球を投げました、4球目ストライク。ここは1球見ます。投球これから5球目、サークルチェンジはストライク、タイミング合いません。第6球を投げました、アウトコース低め、見逃し三振。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って荻野、大きな声援が届いています。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、サークルチェンジはボール、投げた、打ちました、レフトへの浅いフライになった、レフト前進してくる、取りました、これで3アウト。先ほどのプレーです。マリーンズセカンドランナー残塁。6回の表が終わって0対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターはマーティン。ここまで2三振といいところがありません。打ちました、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは3番中村。今日はファーストゴロとセカンドゴロ、見送ってボール。第2球投げた、空振り、投げた、打ちました、いい当たり、うー、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは4番安田。ここまで2打席連続三振。投げた、アウトローを見送ってストライク。さあ次の投球、投げました、打った、いい当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。安田ナイスバッティングです。
さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。マリーンズ、ダイソー投入です。俊足の和田、一塁に入りました。バッターは5番、レアード。今日は三振と、ライトフライ、タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ、タッチアウト。牽制決まりました。さあ、リプレイです。ライオンズファンの願い。8回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはレアード。今日は三振とライトフライ。投げました。カットボールはボール。第3球を投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げました。打ちました。スタンドに入りました。ファール。第5球投げました。膝元、空振り三振。バッターは指名打者角中。今日はファーストフライとセカンドフライ。第9投げた。打った。うう、掴んだ。セカンドから一塁送球。一塁アウト。これはアウトです。右バッターボックスは7番加藤。これが3度目のバッターボックス。投げた。直球見送ってストライク。投げた。2球目ストライク。もう追い込んでいます。ボール。投球これから4球目。サークルチェンジ、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。えのきだ。最後はスイングアウトの三振で仕留めました。8回の表が終わって0対0です。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは藤岡。マリーンズ、ここで一つ形を作りたい。1球目ストライクから。第2球投げた。ストライク。膝元厳しいところ。これで追い込みました。投げた。一つ外してボール。投げました。打った。山野辺、下がっていった。これはヒットになります。藤岡、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。引き分けで終了です。ご覧いただきましたように1対1引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で、メットライフドームよりお伝えいたしました。